リラックスンクチューンズズボーンラディオ。様こんにちは。12月21日木曜日午後1時を回りました。ここからリラクシンキッチンがここ FM 那覇スタジオから生放送でお届けする音楽番組、その名もリラクチオズバンレディオ。リラキチことリラクシンキッチンのボーカル手びちが必要シュウコです。はい、リラキチのギタリストターケイセグンドです。はい、本日も聞いてくださってありがとうございます。12月21日の今日は第43回目の放送です。テビチが必要って言っといて流してたね。びっくりした。あ、大丈夫ですよ。はい、テビチはの話はいいです。今日はいいのしなくていい。はい、はい、早速ね、番組の説明していきましょうね。はい、沖縄で最もお酒が飲みたくなる音楽を奏でる夫婦ユニット、はい、私たちリラキチことリラクシンキッチンの2人がなぜかお昼過ぎの時間帯にお届けする音楽番組。毎週テーマに沿ったメッセージリクエストにお答えしながら、ジャンルにとらわれない自由なスタイルで楽しく音楽を紹介していく番組です。本日のテーマは、私にとってベストなクリスマスの音楽、はい、この時期だけの特別なあなたにとっての1曲を教えてください。今日はクリスマスソングについて掘り下げていきますよ。今日はゲストまたいらしてくださってますので、前半はゲストの紹介と告知、その後テーマトーク、番組後半にはリラキチのタッケーセグンドが音楽のうんちくを語るという熱苦しいコーナー、セグンドチョイス、1時50分くらいからいろいろ告知コーナーという流れで午後2時前までお付き合いいただきます。もちろんできる限りたくさんのリクエストにもお答えしていきますので、番組の方へどしどしリクエストメッセージ送ってくださいね。メッセージリクエストは FM 那覇のホームページ、メッセージリクエストはこちらというところからお願いいたします。はい、ではね、早速ね、うん、まず1曲いきたいんですけど、はい、ではメッセージリクエストいただいております。はい、ありがとうございます。はい、ご紹介します。普天間のタワリンさん、タワリンさん、いつもありがとうございます。こんにちは。はい、福岡出張帰りのタワリンです。お、博多で元同僚のクロッキーと飲んできました。でクロッキーさんね、福岡のライブも来てくださいましたけれども、はい、はい、さてクリスマスに聞く音楽ですが、街で買い物をしているときはジングルベル、夜のパーティーではマライアの曲をシュウコさんの生で聞きたいですって、うんうん、今日のリラキチナイトでもやるからよ。そしてイルミネーションを見るときには平和の祈りを捧げながら、ジョン・レノン&オノ・ヨーコのハッピークリスマスが最高ですので、リクエストよろしくお願いしますということなんですけれども、3曲もリクエストくれたね。そうなんですよ。で多分これジョン・レノン&オノ・ヨーコのハッピークリスマスがタワリン的にはリクエストだったと思うんですけど、これね、タッケーが今日かけようしてたから、ジングルベルあたりをかけちゃおうかなと思いますよ、タワリンさん。そうですか、うん、はい、後でね、うん、ハッピークリスマスもかけますので、うん、とりあえずじゃあジングルベル、たくさんの人のバージョンがあるのでどうしようかという感じですけど、うん、シナトラのバージョンをいきたいと思います。はい、では普天間のターリンさんからのリクエストで、フランクシナトラでジングルベル。はい、ただいまオンエアの方は、タワリンさんからのリクエストのフランクシナトラでジングルベル、はい、ジングルベル、全然ジングルベルっぽくないけど、これバースなんですよ。なるほど。で、歌が始まると、うん、ジングルベルってこれだなって感じ。シナトラのジングルベルは結構定番な感じだと思う。ほら、あ、ね、ほんとだ、おーって感じでしょ、うんうん、いい声だよね、やっぱね、いい声、やっぱジングルベルこれがいいかなと思って。あと結構早いランニングベースの感じの、うんうんうん、結構早いパッセージのジャズのジングルベルも僕は好きなんですけど、うん、ちょっと悩んだんですけどこっちにしました。ということで、ちょっとクリスマス仕様に、はい、クリスマス仕様になろうと思います。うん、はい、そうなんですよ。これはね、今日もリスナーのりょうけんさんがクリスマスソングだっていうことで、どうぞ使ってくださいって持ってきてくれたんです。そう、ほうほうほうです。こういうおひげサンタさんとほうほう言うよね。じゃあ戻りますよ、早速。いい？はい、はい、お届けしておりますのは普天間のターリンさんからのリクエストで、フランクシナトラでジングルベル。はい、いいですね、やっぱりね、うん、
一気にクリスマスな気持ちになりました。こちら側の2人もちょっとクリスマスっぽくなっておりますけど、はい、ではねこの後はねいよいよね、本日のゲストを紹介していきながらねまた楽しく、はい、やっていきたいと思いますので、うんうん、今日も元気にいきましょう。はい、リラキチのズバンレディオ、ほう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 。You are listening to 78.0 FM Naha. Stay tuned. ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。パンダの運転手さん。はあ。ハエバル生まれのパンダム線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。へえ、パンダなのに偉いのね。ただのパンダではありません。パンダム線のパダオです。タクシーといえばパンダム線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。八八八の1919パンダ無線。ではここで早速本日のゲストを紹介したいと思います。井上誠さんです。パチパチパチ、はい、イエーイ、いらっしゃいませ。お久しぶりの登場ですね。お久しぶりですね、はい、2回目になりますね、このそうですね、ズバンレディオは、はいはい、この番組にね2回目のゲスト初めてですよ、うん、初めての2回目のゲストです、はい、ございますが、そんなことないよ、ドリームサンキューさんが2回出てくれた。あ、そっか、そうだ、うん、そうだね。じゃあ2回目の2番目、2回目2回目の2回目ですね意味が分かんないですけどね、はい、はい、以前にもね、うん、井上誠さん来てもらったんですけど、はい、DJ 活動をね始めましたよっていうことで、うん、はいはいはい、DJ 誠としてですねあの前回来ていただいたんですけど、そうですね、今回はなんかイベントをプロデュースするっていうことで、そうなんです、何でもやりますね。もうあの何でもやりますよ、マルチタレント、マルチタレントというか、今回も、はい、あのマルチなその才能を発揮されて、まあ、そうですね、うんうん、今回、はい、場所をまず教えていただきましょうか、はい、今回はですね、はい、皆様ご存知の瀬長島、うん、海かじテラスでございます。おお、はい、この圧倒的なロケーションである瀬長島、そうですね、はい、海かじテラスさんで、でですね、うん、その当然その DJ というか、はいはいはい、そういう音楽イベントをやりつつも古典、うんうん、琉球舞踊なんかを混ぜてですね、はい、その瀬長島全体を、うん、その週末土曜日、はい、シャンパンゴールドに輝くパーティーアイランドにしようと、これはすごいという企画がありまして、うんうん、それがあのスパークルナイトオブ瀬長という、はい、ああ、それでスパークルなんだ、はい、そうなんです、シャンパンゴールド、これは何、あの照明でシャンパンゴールドの、そう、一応ねその全体が照明と、あとまあ他にそのキラキラした感じをとにかく出していこうと、うん、ほうほうほう、はい、それは音もそうだ し, うだし、まあ、照明もあ は, は、はい、っていう感じなんですけれど、琉球舞踊なんかも入って、はい、そういうこの沖縄的なものも取り入れつつ、はい、うん、なんかね、これなんか結局もともと自分もその海外とかでいろいろ行ったりすることもあって、うん、はい、でそういうパーティーアイランドといえば、はい、まあ、有名なイビサとかあるじゃないですか。そうですね、はい、イビサある中で、はい、まあ、瀬長島自体も、はい、あの行かれたことがある方は分かると思うんですけど、うん、あの建物が真っ白じゃないですか、うんうん、だから多分イメージはそのイビサとかをイメージしたんだろうなと。なるほど、はい、地中海のイメージ、地中海のイメージを、うん、で、うん、
結局そのパーティーアイランドを作るにあたって、はい、ただただ模倣をしてもね、うん、しょうがないんじゃないかと。なるほどなるほど。でせっかく沖縄だし、うん、まだ近くにホテルもあるし、うん、そうですね。じゃあ観光客が喜ぶコンテンツは何かなって考えたら、うん、やっぱりその沖縄の伝統芸能を見ていただこうと。そうか、そうですね、それは見たいですよね。そうなんですよ、ね、はい。でこれはプラスして、うん、ああごめん、定期的に行われていく感じになるんですかね。一応ね、まずはあの3月まで、はい、月2回ずつやっていくんですけども。そうなんですね、はい、これやっぱ土曜日とか土曜日、週末、これも毎週土曜、毎週というか月2回土曜日で。なるほど、うんうんうん、はい。これ詳細なんかが知りたいときはどこに、はい、アクセスしたらいいんですかね。一応この瀬長島海風テラスのホームページからも、うんうん、一応 Facebook の方に飛べるようになっていて。あ、なるほどですね、はい、基本的にはこの Facebook のイベントというかそのページができてます、うん、今。おお、そうなんだ、はい、このスパークルナイトオブ瀬長というページができてるんですね、はい、なるほど。ほう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 。で、それがいつから始まるんですか。一応ね、これはもう今週土曜日。お、もう今週の土曜日。そうなんです。ただ一応1回目なので、はい、ある程度その実験的なことでもあるので、うんうん、まず一応23日はプレオープンっていう風に銘打って、はい、一応グランドオープンは30日と、はい、節目節目という感じで ね、 ですね、クリスマス前、はい、年末、この三日寺テラスがクラブ状態になるってことで、うん、理解してよろしいでしょうか。一応まあクラブ状態になるということで、DJ がこう音楽を流して、はい、まあ、踊れる感じで、で一応瀬長島結構大きいので、はい、そのまずステージがあるところが一箇所、はい、それから、はい、真ん中ぐらいに、うん、いわゆるチルアウト、うんうん、まあ、ゆったりと DJ の音楽を聴きながら、うん、お酒も飲めるスペースを一箇所、はいはい、で一番上の奥に、うん、踊れるブースを一箇所、はい、計3箇所ポイントを作ってですね。なかなかイビサですね。なかなかイビサですね。本当によくなかなかイビサが。海風テラス全体がそういう形で、うん、はい、はい、楽しめるスペースになっていくということですね、はい。これは何時ぐらい目指していけばいいんですかね。一応これ23日は、うん、7時からオープンで、はい、この、今回このプレオープンということで、はい、今回のこのおもてなしの琉球舞踊というところで、うん、舞踊団春さん、うんうん、主催宮城恵子先生の団体に一応ご協力をいただいて、はい、あ、これはすごいですね、はい、ここも結構もう県内数多くの舞台などを出て、ね、結構ご存知の方も、うん、国内外で、ね、はい、いると思うんですけれども、うん、で一応この23日に関しては初日なので、はい、一応スペシャルステージをご用意しております。7時から。7時から出演者20人近く、すごい、子供もいっぱい出るという。あ、そうなんだ、はい、これはちょっとスペシャルなんですね。スペシャルですね、せっかくもう第1回目と、まあ、プレオープンですけど一応第1回目ということで、子供がわんさか出て琉球舞踊のショーが行われると。はい、そうなんですね、はい、あの海風テラス自体はこうクリスマス的な感じにはなってないですか。一応今なっていっている予定です。あ、なるほどね、はい、なるほどね。あの、じゃあそれも一応こう同時進行で準備をしながら、はい、この、まあ、スパークルナイトですから、はい、のこの、イルミネーションとか。そうです、もうスパークルさせないと、はいはいはい、でそのスパークルとは関係なく、いや海風自体はこうなんかクリスマスっぽくはなってないですか。今ね、一応ツリーはいくつかできてはいましたけど、はい、でこの間ね、ちょうどあのちょっと夜の様子を見に行こうと、うんうん、でふらっと夜遊びに行ったんですけど、はい、ちょうどね強風警報が出てる時で、あちょっとね風がねめっちゃ寒かったんで、で一応ねこれ当日夜なんで、はいはいはい、寒いと思うんですよ。そうなんですよね、はい、うん、で一応それなりの、はい、その寒さ対策っていうのは、うん、海風テラス側でもやるんですけども、うん、ホットドリンク出したり、その店内の方に普通にもうフリーで入って暖を取れるようにはするんですけど、それでも多分寒いというのをちょっと予想してですね、なんかこの間那覇から、海風テラスに行ったんですけど、うん、那覇はほとんど風がなかったんですよ、うんうん、海風テラスはもう台風かっていうぐらいね、あーそうか、風が吹いてて、ね、風強いね、やっぱね、遮るものないですからね、海側はね、うん、そうか、そうなんですよ、じゃあ風対策、寒さ対策も
あのしていただいて、うん、楽しんでいただけたら、まあ、たもうもう全然大丈夫です、うん、一応ここ言っても沖縄ですからね、うん、そうですよね、はい、それでね、うん、行けばね、うん、いい感じなんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、そうですね、結構あの、うん、お店も開いてるんですか、夜お店は一応このオープンの時間はこの、開催時間は開けとくと、うんうん、開催時間の11時まででしたっけ、はい、一応、23日だけは10時までなんですけど、それ以降は11時まで、うん、それ以降は11時まで、はい、すごい、またせな海風テラスも営業時間帯が少し変わってくる感じですね。そうですね、この期間だけは夜11時まで、うん、まあね、来てもらって店が全部閉まってるんではもうねとても寂しいことになるんで、でそうです、ね、もう瀬長島全体でこのパーティーアイランド感を出していこうという企画なので、うん、はい、なるほどなるほど、はい、素晴らしいですね、うんうん、じゃあ沖縄県の方もそうでない方も、ね、ぜひ空港から瀬長島海風テラスを目指して皆さんで遊びに来ていただけたら嬉しいですね。はい、嬉しいですよ、うんうんうん、本当にスパークルナイトオープン背中、はい、でね、大体いつもだったらこのタイミングでね、ゲストにのなんか、うんうん、あの持ってきてくれた音源とかゲストにちなんだ音楽とかかけたりするんですけど今日は特にあれですか。そうなんですね、自分のね音楽はね、うん、決して昼に合ってない、まあそうだねまあ私たちもスパークルナイトは、どうなんですか、 DJ によっていろいろまた音楽のあれも違うんですかね。そうだね、このスパークルナイトは結局夕方からなんで、はい、その夕日が沈む時間と沈んでから暗い時間っていうんで、はいはいはい、ある程度多分その音楽の種類も変わっていくっていう感じですけど、あ、なるほどですね、じゃあ外の風景とともに聞こえてくる音楽も変わっていくという、素敵ですね。で実はこの瀬長島自体が恋の島らしいんですよ、うん、え、そうなの。あ、そうだよね、そう、なんかあの、うん、ヘシキヤ・チョービンって、はい、あの、うんうん、クミウドゥイの作家が、うんうん、その、戯曲の中で恋の歌を歌ったらしいんですね、はい、でそれを、うん、結局その恋の島であるっていうことも兼ねて、うん、この瀬長島をあったかくしようっていう、ああなるほど、試みもあるらしく、ああ、はい、あ、なるほど、それはそれは瀬長島全体のあれなんですかね。一応瀬長島全体 の、うん、の中でそういうコンセプト的なものがあって、でそれで結局なんせ今一番寒い時期なので、うんうん、結局どの施設も外の施設はやっぱりちょっとこう閑散としてくる時期なので、うん、まあ そうですよね、そこをできるだけ暖かくしようと、うん、でましてこの恋の島である瀬長島は、はい、沖縄県で一番ホットでなきゃいけないんではないかと。そうですね、はい、で音楽と踊りと、うんうんうん、あとそのイルミネーションというか照明で、うん、この瀬長島全体をシャンパンゴールドに輝かせると、うん、なるほど、はい、じゃあね、この海風テラスがねこの冬どんな感じのホットなスペースになっているのか、皆さんね、ぜひそのご自身の目でね確認しに行ってもらえればと思います、ね、2月3月もあるからバレンタインデー、ホワイトデーなんかにね、うってつけですね。そうなんですよ、恋の島ですからね、知らなかった、はい、一応ね詳細ね、詳細というかね概要ですね、うん、また番組の最後にもね、はい、インフォメーションとして紹介していきますので、うん、海風テラスのねホームページ等でねまた皆さん、確認していただければと思います、はい、スパークルナイトオブサナガ、はい、誠さんはあれですか、このプロデュースで今ちょっと忙しいと思うんですけど、はい、それ以外今後の活動とかこんなしていくぜみたいな、なんか別にあえて言いたいことがなければいいんですけどまあ一応ね他にもいろいろあるはあるんですけど、うん、まずはねこれをもうキンキンに迫ったこれをなんとかね成功させないとということで、なるほど、はい、1月2月もあるはあるんですが、うんうん、まずはここから。じゃあね、また多分新しいことやるときにはね、はい、こっちに来てくれると思うのでね、またその時に皆さんにお伝え。3回目はね、3回目だっていないでしょ、まだまだいないですよ、はい、1回目なんだと、はい、と思っておりますので、はい、まずはね瀬長島の海風テラスの方に皆さんね、ぜひ、今週の土曜日、あと年末のね12月30日の土曜日もね、スパークルナイト行われるそうなの で、ね、チェックしてみてください、はい、じゃあ一旦ね、ジングラーさんでこの後テーマトークいきたいと思います、はい、引き続きよろしくお願いいたします。You are listening to 78.0 FM Naha. Stay tuned. リラキチのズバン。レディオ。はい、FM Naha から生放送でお届けしております、リラキチのズバンレディオ。はい。今日のテーマは
私にとってベストなクリスマスの音楽ということで、はい、こんな感じでこの曲いいねなんつって雑談をしていこうと思いますけど、そうですね、クリスマスソングねたくさんあるし、うんうんうん、クリスマスソングじゃなくても、はい、なんかこの時期に、うん、なんか自分はこの曲が聴きたくなるんだとか、この曲をね聴くのが好きなんだとかってね、うんうん、いう曲、なんかやっぱクリスマス時期ってさ、うん、あの否定的な、あのなんだろう、否定的な感じに思ってる人もしかしたらいるかもしれないけど、はい、でもやっぱ特別じゃないですか、はい、なんかクリスマスいつも一人で寂しいとかさ、そういうことがあったりとかしても、うんうん、したとしても、でもやっぱクリスマスってやっぱなんか特別なので、特別ですよ、プレゼントもらえるしケーキ食べれるし、うん、そうだよね、うん、そうですね、簡単だけど、ね、僕なんかも、ね、そんなクリスマス好きじゃないですけどあ、そう、特別クリスマスだからイエーイみたいなのがないです、好きじゃないけどトナカイになってんだ、うん、なってますよ、もちろん一番クリスマスしてるよ今この中で、あ、本当に、うん、そうなんですかはい、うん、ちょっとねトナカイっぽくなってますけどもね、はい、まあでもね、あのやっぱクリスマスでも特別だなってやっぱ思うし、うん、クリスマスソングは僕結構好きな曲も多いので、はい、紹介できればなと思っておりますけれども、うん、メッセージあれば先にいいですか、紹介していきたいな、はい、じゃあいただいております、紹介します、はい、小沢のルーミーさん、お、ルーミーさんお久しぶりです、ありがとうございます、元気ですか、こんにちは、小沢のルーミーです、はーい、しゅうこさん、たーけーセグンドさん、ライブや忘年会でお忙しいですか、私も職場や友人とのパーティーがちょこちょこあって楽しんでいます。いいですね。私の好きなクリスマスソングはワムのラストクリスマスですが、歌詞を聞くと悲しいです。確かに悲しいですね。そうなんだよね、うん、そこで今日はダイアナ・ロス&ライオネル・リッチのエンドレスラブをリクエストします。2人の素晴らしい歌唱力で永遠の愛を歌っていて心温まります。みんなが大切な人と素敵なクリスマスを過ごせますようにっていうことで、なるほど、いいですね、はい、これはあえてのクリスマスソングじゃなくて、うんうん、っていうことで、いきなり来ましたね、うんうん、いいチョイスじゃないですか。ルミさんはあれだね、うん、ラブソングが好きだね、そうそう、うん、セリーヌ・ディオンとか ね、とってもロマンチックですね、うん、いいですね、うん、じゃあかけてみましょうね、早速ね、はいはい、では小園ルーミーさんからのリクエストで、ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチでエンドレスラブ。お、低いリッチ、はい、ただいまオンエアの方はですね、小座のルーミーさんからのリクエストで、エンドレスラブ、ライオネル・リッチーとダイアナ・ロスの、オリジナルバージョンですね、でかけております、うん、この曲はなんかあれなんだよね、うん、俺もシューコもそうかもだけど、ルーサー・バンドロスとマライア・キャリーのバージョンの方がなんかよく聞いてて、うん、そうですね、こっちのオリジナルバージョンは久々に聞く感じです、そう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 、確かにね、うん、うん、あとこのライオネル・リッチのこの優しいこのちょっと低音の効いた感じもいいよね、そうだね、うん、男性っぽくて、うん、でちょっとさ直したいところあるか、あ、どっち、ルーミーさんがこの2人の素晴らしい歌唱力でみんなが大切な人と素敵なクリスマスを過ごせますようにっていうことでね、この曲リクエストくださってますけど、なるほどね、うんうんうん、やっぱりこういうのが今日のテーマにぴったりって感じがする、うん、私にとってベストなクリスマスの、そう、ね、そう、音楽だから、別にクリスマスソングじゃなくてもいいの戻る、はいめっちゃこう大変そうな、そうなのよじゃあ戻ります、はい、お届けしておりますのは小座のルーミーさんからのリクエストで、ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチでエンドレスラブお届けしております、はい、はい、いいですね、いいです、まあ、でもこの時期にぴったりな感じではあるね、やっぱ ね、こうして聞くと雪降ってそうだもんね、後ろにね、シャンシャン言ってそうだね、シャンシャン言ってそう、シャンシャン言ってそう、そうかな、シャンシャン言ってそう、言っててもおかしくない感じ、言っててもおかしくない感じ、うん、でもあのね、こういう心温まる曲でみんなが大切な人と一緒にクリスマスを過ごせたら、うん、本当にそんないい、ね、うん、幸せなことはないですからね、うんうんうん、せっかくゲストで来てもらってるから、誠さんのやつも先に聞こうかな、あ、本当に、うん、まあベタですけどね、はいはい、さっきのリクエストの方とも被ってしまったんですが、はい、やっぱり、うん、ジョンかなと、なるほど、ここはね、
やっぱりあれ名曲じゃないですか。そうだね、はい、聴きたくなるよね、クリスマスに、うん、ジョン・レノンのね、うん、ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、これなんか思い出あるの、この曲に。なんだろう、実はあんまりその自分実家がお寺なもので、うん、あ、そうじゃん、全然ねクリスマスはね、そうだよね、子供時代に、うん、なんだろう、あんまりやったことがないというか。あ、そうなの。ないないね、やっぱりね、やらないんだ、もう正月だから。あ、そうか、ツリーの前に門松出ますから、うちは。あ、そう、なるほどね。そうそうそう、だからあんまりクリスマスっていう記憶はちっちゃい時はないんだけれどもうん、うん、だからこうすごいこうラブリーラブリーなクリスマスソングよりも、うんうんうん、なんかこういう結局そういう世界平和をとかのそういうところに多感な時期にこの曲を聴いてっていうのが多分、あ、で、あ、これクリスマスだみたいな。あ、うん、なるほどね。あ、そっか、クリスマスは戦争もお休みしますから、ね、そうです。うん、なるほど、そんなお寺の息子の、はい、お寺ででしょもあのおすすめのクリスマスソング、うん、これ定番ですね、はい、ジョン・レノン、ハッピークリスマス、ワイズオーバー。うん、ただいまオンエアの方ではジョン・レノンのハッピークリスマス、はい、ワイズオーバーお届けしております。いいですよね。いいです、もうまあもうね、うん、みんな知ってると思いますけどね、うん、でもやっぱ曲がかかるとやっぱりああってなるね。うん私もこれ結構好きな曲。そうだよね、うん、うん、でやっぱ年に1回でもいいから世界平和について考えたらいいと思うんですよ。そうだよね、うん、少なくともね、うん、でそのきっかけになる曲だと思うので、もともとね、うん、そのそうほらヨーロッパに住んでいたこともあるから、クリスマスって、うん、ほら、まあ、マーケットが出て、うん、で家族で過ごす休暇期間でもあるから、結局だから一番実は家族が集まって、うん、きっとそういうほっこりするというか、うん、結局そのほっこりが集まれば平和になるんだろうなっていう、そうだよね、うん、そうそう、小さい一個ずつのほっこりがいっぱい集まれば平和になりますよね、うん、っていうこともあり、うん、なんかこれがやっぱりあんまりねこうキャラクター的にキラキラしてるタイプではないので、お寺の息子ですけど、渋いところで、渋いんですよね、はい、なるほどね、はい、なるほど、そうなんです、うんうん、いいじゃないですか、これはいいなと。この曲は ね、 なんかね、ん、永遠と淡々としたこうあれなんだけどね、メロディー的にはね、なんかいろいろ想起されるというかね、本当に本当にそうなんですよ、うん、そうですね、うん、名曲ですね。そう、はい、これ私もう聞きながら泣いちゃう曲、泣いちゃう曲、大丈夫これもうこれあのこれがどういった瞬間号泣かもそうそう、そしたらあのさっきのメガネかけます、メガネをかければすかさず、はい、はい、では戻っていきたいと思います。はい、はい、お届けしておりますのは本日のゲストでございます井上誠さんのリクエストで、ジョレノンでハッピークリスマス、ワイザー、はい、やっぱねいいですね、このいい、あのやっぱね世界平和をね、うん、このクリスマスにね祈るっていうのもね、うん、いいと思います。でね、家族で一緒に過ごしてね、やっぱりそのいうこの愛とかね、うん、そういう絆とかね、そういったものをね、うん、感じられるようなね、うんうん、クリスマスを過ごせたらやっぱいいのかなと思うのでね、そうですね、こういう曲やっぱり外せないですよね、うん、はい、うん、ではでは続いてメッセージあれば、はい、紹介したいと思います。あります、ありますよ、やったやった、今日も遊びに来てくれてます親愛なる隣人りょうけんです。りょうけんさん、イエーイ、ありがとうございます、はい、はい、クリスマスソング、はい、迷いますね、迷いますよね、うんうん、厳密に言うとクリスマスソングではないですが、雰囲気がクリスマスっぽいビリー・ジョエルのロンゲストタイムもいいんですよね。あ、わかるわかる、アカペラのね、うん、はいはいはい、でも両県はやっぱりポール・マッカートニーのワンダフルクリスマスタイムです。最初聞いた時シンセサイザーのディレイを多すぎてクリスマスっぽくないと思いましたが、ね、鈴のシャン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 が加わるといっぺんにクリスマス感、ディレイが途中すごすぎて普通なら気持ち悪くなりそうなのに不思議と心地よいそうなんだよね、この時期曇りの日にこの曲を聴くとなんだかワクワクしますっていうことで、おジョンに続いてって感じで、ね、ちょうどいいですね。じゃあ早速かけましょうね。はい、はい、では、親愛なる隣人りょうけんさんからのリクエストでポール・マッカートニーでワンダフルクリスマスタイム、
これこっちの方が好きなんだよね、実はこれもね、この曲好きなんですよ、もうワクワクだよね、うんはい、タレマオンエアの方はポール・マッカートニーのワンダフルクリスマスタイムをかけております。リョウケンさんからリクエストいただきました。僕もね、リョウケンさんからリクエストなかったらこの曲をチョイスしようと思ってて、うん、外せないなと思って。まあまあこれは外せないね、ジョンとかポールとかで、ポールのねこの曲はね、うん、なんだろう、特別にこう取り上げられ、なんかほらジョン・レノンのハッピークリスマスみたいにさ、その深い意味合いとかはそこまでないから、うん、あれなのかもしれないけど、でもなんか何気にこう何かでかかってたりとかして、するする、すごい印象に残るんだよね、うん、なんかこの音が、うん、ファン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 って、そのリョウケンさんが言ってた通り、このすごいエフェクトが効いたこのシンセが、うん、よく聞くと気持ち悪いんだけど、なんか、ね、なんかね気持ち悪い、気持ちいいっていうか、これもう気持ち悪いで聞きたくなってる人いるかもしれないよこれ、うん、でなんかそう残るんだよね、でずっとシャン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 ってこの鈴の音がさ鳴ってて、なんかこれがクリスマスの景色と一緒に なる感じはすごくあります。ああなるほど、うん、ツイキャス、うん、うん、視聴してる方がねいらっしゃるんでね、へツイキャス、じゃあちょっと待ってね、この曲はなんかプレゼントを開ける時みたいな感じ、もうそのワクワク感がね、そう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 、ありますねこれはね、うん、はい、ツイキャス復活しました。じゃあ戻りましょうかね、はい、どうぞ。お届けしておりますのは親愛なる隣人リョウケンさんからのリクエストで、ポール・マッカートニーでワンダフルクリスマス、はい、この曲好きです僕、うんうん、素敵、なんか癖になる感じの、いいですね、ミョン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 って言ってたね、うん、いいよねこの一筋縄でいかない感じのいかない、ね、でも定番になるからすごいよね、こういうなんか、そう癖がある曲なのにね、うん、癖がなく聞こも聞こえるというかね、うんうん、はい、ポールの歌ゆえでしょうかね、うん、メロディーがまたのまとめ方とかやっぱうまいんだろうね、うんうん、まあ、サウンドもそうだけど、うんうんうん、はい、そうね、ではでは、うん、リクエストね、いろいろいただいてザザザと聞いてきましたけど、うん、はい、今日のテーマは私にとってベストなクリスマスの音楽です。シュウコはどうですか？私ね、やっぱり歌う人じゃないですか、だからクリスマスソングって言ったら、はい、ベーシックなものばかりを練習している嫌いがあったんですけれども、うんうんうん、今回この私にとってベストなクリスマスの音楽っていうテーマでちょっと探してみたら、うんうん、あこれ好きだったっていう曲があったので、じゃあそれを一曲流してもらおうかな。はい、うん、これもねちょっとこのあたりの流れを組んでるんじゃないかと思うんですけどね、誠さんからのね、うん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 、いいですか？はい、どうぞ。じゃあシュコチョイスでジャクソン5でサムデイアットクリスマス。ホワイトクリスマスが始まったのかと思う感じの完全にね、うん、考えたらクリスマスソングってすごいね、うん、ああもう知ってるっていうか、そうそう、すごい知ってる曲だけだもんね。そうなんだよね、聞いたことあるっていうのもが多いだろうしね、洋楽邦楽問わず、結構普段ね、邦楽しか聴かない人でもこういうのは聞いたことあるよとかね、いう感じだったりするのでね、ただいまオンエアの方は、シーコチョイスジャクソン5サムデイアットクリスマス、はいですね、これはスティービーワンダーの曲のカバーですね。そうなんですよ、オリジナルはスティービーです、はい、スティービーだとねちょっと物悲しいんだよね、うん、そう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 。それで今回はあえてジャクソン5を聴取してみたんですけど、うん、これもねそう歌詞が深くて、そうだね、その辺の話はじゃあワンコーラス聞いて戻ったらにしようかな、うんどんなかな、うんうん、そうだね、あんまり詳しくはあれですけどまあ思った範囲内で構いませんのでね、はい、このでもジャクソン5のクリスマスアルバムに入ってるんですけど、この曲も、うんうんね、このアルバムはもう名盤だよね、そうだね、はっきり言っておすすめの一枚です。まあ今日リラキチナイズでも何曲やりますよ、うん、宣伝するけどでは戻ります。はい、お届けしておりますのはジャクソン5でサンデーアートクリスマス。ジャーメイン入ってきたところで切っちゃった。ジャーメインかわいそうにいつもちゃんと聞いてもらえないんだよね。ジャーメイン
ね。はい、この曲はなんかどんな思い出があるとか。これもね、ワイズオーバーとね似ててね、うんうんうん、あのすごくあのスティービー・ワンダーがもともと作った曲じゃないですか。そうなんですよね、うん、でね、歌詞がねやっぱりね、いつの日かのクリスマスには、いつの日かのクリスマスには戦争はなくなってるはずだっていうのがねテーマになってますね。小さい頃はそう、人々がまるでおもちゃで遊ぶように爆弾と戯れる時代ではなくなってるはずだって、うんうんうん、いつの日かの暖かな12月の日には全ての人々が平等だと心から思えるはずだっていうね、素晴らしい歌詞なんですよ。あ、とってもいい歌詞だね。すごくいい歌詞だからね、そのなんかいつかそういう風になったらいいよねっていう思いを込めてのクリスマス、私にとってのベストなクリスマス音楽。そういうことですね、うん、これまあ、 あのオリジナルのね、あの、うん、スティービー・ワンダーのバージョンもねちょっと物悲しいけどいいのでね、はい、ぜひ聴いてもらえればと思います、はい、でね、うん、セグンドチョイスに行きたいかなと思ったんですけど、うん、僕もクリスマスソング1曲やりたいので、うん、僕の曲かけていいですか、うん、クリスマスソング僕はこれです。これが一番好きです、はい、ナットキングコール、うん、ザ・クリスマスソング、はい、やっぱこれでしょう。この曲大好きなんだよ。これいいね、これ持ってるよ、持ってるよ。もうこれはもう、そっか、この声はもう、これはもうやばいよね俺もそのクリスマスの日家でご飯かけるときはこれかけるもん多分、うん、ああそうかいいと思う。やっぱり寺の息子だが、そう、憧れはあったわけですね。そうなんですね、クリスマスへのそりゃそうだよね。街はだってクリスマスで浮かれてるんだもんね。そうなんですよ、結構浮かれがちな街に生まれ育ちましたから ね、 なんとね、東京都港区という恐ろしい、はい浮かれがちな、浮かれがちなバブル真っ只中の。ああ、そっかそっか、はい、そっかそっか、そりゃもうスパークルしてるよ。スパークルだったよね、街中全部が。そうだよ、ね、本当にそれが今回のこのスパークルナイトオブセナガにも生かされていると、はい、いうことなんですね、はい、うん、はい、オンエアの方はね、ナットキングコールのザ・クリスマスソングをかけてあります。はい、まあ、超定番曲ですけど、うん、僕はこの曲が一番好きでね、うん、あのないんだけど家に暖炉があるような気分になる。なるほどなるほどこれ聴いてると、うんうんはい、で家で聴きたいね。そうだね、そうか、うん、はい、じゃあ戻ります。はい、戻って締めますコーナーを、はい、お届けしておりますのはターケチョイスでナットキングコールザ・クリスマスソング。あー、もう最高、ナットキングコールのこの声、うん、もう、はい、これ聞いてたらお家に暖炉がある気持ちになるのね、竹はね。そうなるんですよ、沖縄に暖炉あったら大変だけどね、うん、でも気分だけでもね、気分だけクリスマスの気分になりますね今日ぐらい寒ければ十分です、はい、暖炉で別にあの暖炉はないけどなんか暖炉があって、うん、なんかそういうこう感じの気持ちになります。そうだね、マシュマロ焼きたくなるよね。そう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 、本当でもなんか歌詞もねそういうようなことばっかりなんかうん、うん、なんか話してるんですね、暖炉でくるみをこうなんかあれしてて、うん、火にくべてあの焼いててみたいな、うんうん、でターキーがどうのこうのでみたいな、うんはい、じゃあセグンドチョイス行ってみましょうか、うん、あ、締めないのコーナーを今日のテーマ、いつも無茶ぶりなんだもん。私にとってベストなクリスマスの音楽というのは、うん、クリスマスソングに関わらずこの日一年に一度でもいいので大切な人のことについて考えてみるような曲がいいんじゃないでしょうか。なるほど、はい、あ、なるほど、いいですね、うん、うん、そんな形でね、しゅうこさんにまとめていただきました、うん、ありがとうございます。はい、この後はセグンドチョイスいきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。
那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。リラクゼーションハンモックマカビ店オープン。全身ボディケアもみほぐし60分2980円。男女お一人様、ご家族ご友人同士でも OK。 那覇市マカビハンモックでスッキリ。ズバセグンドチョイス。はい、本日のセグンドチョイスなんですけども、ですね、フィル・スペクターのクリスマスアルバム、あ、ギフトフロム、あ、なんだっけ、あ、クリスマスギフトフロムフィル・スペクター、違うな、あ、クリスマスギフト for you from フィルスペクターを特集したいと思います、うん、はい、このアルバム知ってます？いや、知らない、知らないですね。知らないですか、はい、実はですね、うん、クリスマスアルバムといえばね、本当に数多くの有名なアーティストがクリスマスアルバム出してるじゃないですか、うんうん、でその中には名盤と言えるような素晴らしいアルバムもたくさんあって、うん、さっきね、ジャクソン5のクリスマスアルバムとかすごいいいよねとか、はい、あとはね、カーペンターズとかもとってもいいし、うん、マライア・キャリーとかね、やっぱ定番じゃないですか、うんうんうん、で最近だったら、なんだっけ、アカペラグループのペンタトニックスとか、うんうんうん、アリアナ・グランデとかもね、クリスマスアルバム出してるし、日本だったら山下達郎か吉田美奈子あたりのクリスマスアルバムがね、名盤だなって言われてますけど、うん、それらのポップス界のクリスマスアルバムの元というか、クリスマスアルバムをみんなが出すきっかけになったのはこのアルバムがあるからだと思うんですよ。そんなにすごいんですね。はい、そんなにすごい、1963年のフィル・スペクターが、プロデュースしてる、うん、クリスマスギフトフォーユーっていうね、フィル・スペクターってよく聞く名前。はい、フィル・スペクターはね、プロデューサーなんですよ。なのでこの人が特別歌ってるわけではないんですけど、ソングライティングもするんですけど、基本的にはプロデューサーです。なるほど。で、このね、そのフィル・スペクターが自分で立ち上げたレーベルので、そのレーベルのアーティストを集めてコンピレーションみたいな形で作ったのがこのクリスマスギフトフォーユーなんですけど、はい、で、まあジャズに関してはね、うん、このアルバムより前からたくさんクリスマスソングが演奏されてて、うんうん、さっきのナットキングコールのね、うん、やつとかね、サッチモ、ルイ・アームストロングとか、うん、エラーとかも、うん、クリスマスアルバムとかも出してるんですけど、うん、ポップス界ね、いわゆる若者向けの音楽としては、うん、クリスマスアルバムとかっていうのはなかったんですよ、それまで。子供向けか、こう宗教的なもの、もしくはジャズのこういう大人向けな、はい、クリスマスソングしかなくて、こういう若者向けのクリスマスアルバムは、このアルバムが先駆的な存在なんですよ。ただし、このアルバムの存在意義はそのクリスマスアルバムの先駆けっていうことだけじゃなくて、フィル・スペクターはね、このアルバムを単なるクリスマスソングの寄せ集めではなくて、うん、1枚のトータルアルバムに仕上げたかったって言ってるんですよ、うん、でこういう意味のことを言ってて、サウンド面で全体的に統一されたコンセプトがあるアルバムになってるんです、はい、でこのただの寄せ集めではないトータルアルバムとして、こういうこの1枚のこの、まあ当時だった LP なんですけど、これが、LP だ、はい、トータルのコンセプトでサウンドが統一されてるっていうのを、いう意味でもこれが先駆けとなってるわけなんですよ、うんうん、はい、でそういう意味でこのアルバムはポップミュージックにおいて歴史的な一枚と言えるんですけど、うん、このサウンドプロデュースに大きく影響を受けたのが前回特集したザ・ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンなんですよ。そこに繋がってくるの、はい、でこのでそのブライアン・ウィルソンがこのサウンドプロデュースに感銘を受けて、うん、先週紹介したアルバムペットサウンズのあのサウンドに繋がっていくんですよ、うん、でそのペットサウンズが
まあ、この間も言ったようにビートルズのサージェントペッパーズにつながっていくんですよ、うん、ほうほうほう。だからこの音楽の歴史を紐解いていくと、このアルバムに実は行き当たるんですよ。マジですごいアルバムなんですね、うん、はい、うん、ということでね、そういうアルバムなんですけど、これを、はい、まあ、今後ろにかけているんですけどね、紹介していきたいと思うんですけど、うん、1曲まずかけたいと思います、はい、サンタクロースイズカミングトゥータウン、これクリスタルズっていうグループね、うん、が、はい、歌ってるバージョンなんですけど、うん、ポップスバージョンのサンタクロースイズカミング、サンタクロースイズカミングトゥータウンっていう、うん、ブリッジが入るのは、うん、このバージョンが元になってると思います多分。ジャクソン5よりも、そう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 、これの方が前だからね、うん、ジャクソン5のクリスマスアルバムなんか完全にこ の, あのアルバムのフォロワー的存在だよねだと思います。じゃあ聴いてみてください、クリスタルズのサンタクロースイズカミングトゥータウン。